海氷島の一海氷島は、カラフト島の中東部、北シレトコ半島の先端より、南西1 2トルに位置する無人島である。日本市政下においては、カラフト室下軍山ムラに所属していたが、現在は、ロシア連邦サハリン州ポロナイスク地区管下にある。島は、長さ6 3 6ル、幅1 0 0ルに満たない小島で、 標高18メートルの平坦絶壁をなす岩山と、それを囲む砂浜からなる。海岸の砂浜には、北オットセイや、とどの繁殖地があり、周囲30海里は、自然保護区として、船舶や航空機の接近が禁じられている。海ガラスをはじめとして、多数の海鳥も生息している。海標島の名はオランダ語名称ロブニランドの直訳に、由来し、 ロシア語名称も同じである。オランダ語で単に、ロッペンといえば、アザラシのことであるが、アシカをロベンと呼ぶなど、規格類の動物一般を指す言葉でも、ある。これは、ヨーロッパの言語では珍しいことではなく、英語ではオットセイをファーシールと呼び、あるいはリンネは、オットセイの学名をフォーカルセナとしたなどの例が挙げられる。 したがってこの島を六辺と名付けたのは夫姓に由来すると考えられ、それをアザラシと翻訳したのはある主の語訳といえる。松浦武史郎の実験北江戸山川ちりとり調べ図では、レフンもりとして記載されており、また明治初期の絵図では後山も知りとして記されている。いずれもアイネ語名称の翻訳と思われる。ありがとうございます。